それでは早速皆さんから一言ずつご挨拶をいただきましょう。まずは不眠症に悩む女子高生、マガリイサキを演じられた森奈々さん、ご挨拶お願いします。森奈々です、えー。今日はお集まりいただきありがとうございます、えー。たくさんお話しできるように頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、イサキと同じく、 不眠症に悩む男子高生、中身元太を演じました奥平さん。ご挨拶お願いします。はい。えー、中身元太役を演じさせていただきました奥平大賢です。えー、本日はお集まりい,いただきありがとうございます、えー。僕もなんか楽しく話せたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして監督を務められました池田千尋さん。ご挨拶お願いします。えー、監督を務めました池田千尋です。 え今日はこの映画が皆さんに見てもらえるスタートの日になります。あの、ここに、スタートに集まっていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。<laughs> えここからはお話を伺っていきたいと思います。スチールカメラマンの皆様は、フラッシュを使用しての撮影はお控えください。後ほどフォトセッションのお時間も設けさせていただいておりますので、ぜひご協力をお願いいたします。 それでは早速お話を聞いていきたいと思います。まず森さんにお願いします。えー、原作、君は放課後インセムニア、発売当初から漫画を読んでいらっしゃったとのことですが、潔焼きのお話を聞かれた時の率直な感想をお聞かせください。驚きましたね。なんか、こんな、なんか、 うん全然簡単ではなかったですけど、わかりやすく夢が叶ったって思う瞬間ってあるんだなって思いました。それはもうずっと前からあの思ってた夢なので、よりこの年数もあの相まってすごく感動しました。ありがとうございます。またこの作品の原作の魅力を教えていただけますかえー、もう語りきれないんですけど、<ー>な,なんていうか、 こう絶対嘘じゃないだろうっていう、どこかで本当にあった話を誰かが覗き見して書いてるみたいな、<ー>そんなこう飾らない二人、イサキとガンタとその仲間たちが大好きでよく見てました。私全然高校生活ため楽しめた方じゃなかったんで、<ー>代わりに二人が楽しんでくれてるような感じで読んでましたね。 さんありがとうございます。続いて奥平さんにお聞きしたいと思います。えー、奥平さんは原作漫画を読まれた時の感想いかがでしたか、えー。そうですね。僕はあの脚本をあの読んだ後のタイミングであの読ませていただいたんですけど、まあ、とりあえず一番最初はもう一読者として、うん、あの見させていただこうかなっていうふうに思ってたんですけど、なんか自分の経験上あの原作がある作品 に出させてていただくってことがあんまなかったのでなんかああこのガンターを僕が演じるのかっていうのがあんまなんかちょっと実感湧かないまま読んでてでもなんかやっぱ一番最初は自分の自分が演じるガンターをすごい中心に見てたんですけどやっぱ出てくるみんなが個性豊かでなんかそういうところにだん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 惹かれてってなんか。 すごい素直にこの作品を楽しめたかなって思いましたね。ありがとうございます。奥田平さん自身本作が映画初主演となりましたが、ガンタが決まった時のお気持ちいかがでしたか？そうですね。中でも特に。じゃあ主演だからといって、今までと今までよりも頑張るぞっていうのはなかったんです。ですけど、なんか今まで通り自分のやることをやろうっていう風うに思ってたんですけど、そのさっきも言った通り。 やっぱ自分が原作がある作品をやるっていう経験が今までそんな多くなかったので、うん、やっぱりそういうところでどういうことをしなきゃいけないのかとかやっぱやっぱ主演なのでそれなりにずっとお芝居する時間が長いのでそういう楽しみっていうのもありましたね。 ありがとうございます。続きまして、池田監督にお伺いします。はい。原作漫画を読まれた時の感想をお聞かせください。また映画化するにあたり、特に意識された点、お話しください。あの、やっぱり原作読んだ時に、自分の高校時代をまずパーって思い出したんですよね。で、それって全然こう、キラキラしたものとか、キュンキュンしたものとかでは全然なくって、私もあの、廃部になりそうな映像文化部ってとこで、 ほんと一人で映画を作り始めたんですよでなんかその経験とかでもあの時すっごい地味でただただ頑張ってただけのことがあこんな風にキラキラと描いてくれてるんだっていう感覚でしたよねだからそのことすごく覚えていてだから撮る時もあのこの「君は放課後インソムニア」原作の中に ずっと生っぽい、その生きてる、そうすぐそこに生きてるいそうな高校生たちがずっといるっていう、この空気感っていうのをどう作品の中に作っていくかっていう、それを心がけてやってました。はい。 空気感を特に大切にそうですねはいありがとうございます <laughs> 森さんを蔵田さんにお聞きします出演が決まり初めて脚本を読まれた時の感想をお聞かがえしたいのとまた完成された本編を見てのご感想をお聞かせいただけますか <laughs> 森さんコメントお願いしますそうなんそうですねあの、うん あの、やっぱ、何、十巻ぐらいあるものを2、二、はい、時間にキュッてしてるので、こう、私も好きだったエピソードとかたくさんあるし、なんかどこが入ってるんだろうっていうのをすごくワクワクしながら脚本を読んだんですけど、こう、あ、二人の魅力がきっと伝わるんじゃないかなって、こう、思いましたね。その、まあ、いろんな素敵なシーンを抜粋して、あの、脚本を書いてくださったので、うん、あの、これをまた、 私たちが動きにして声にして届けるんだっていうプレッシャーはありました、はい、ありがとうございます奥田平さんはいかがですかそうですねなんか実際に出来上がった映像も見ても思ったんですけどやっぱりロケーションだったりとかやっぱそこで自分がお芝居する場所だったりとかっていうのがすごい大事になるかなっていうふうに一番最初に読んだ時に思ってなのでやっぱその時僕今回 えと七尾市にあの初めて行かせていただいたんですけどやっぱ七尾市っていうものを知らなかったのでやっぱそこで生きてるなんか高校生を演じるって言うのでやっぱその場所を知る必要があるなっていうふうにすごい思ってでなんかそういうなんか場所とかあとやっぱ一緒にお芝居する仲,仲間たちをちょっとね話してみたいなとか会ってみたいなとかっていうのを思ったりしたんですけど。やっぱ実際に A が完成したのを見て、えずっとそわそわしちゃってて、なんかやっぱ、なんて言うんだろうな、自分がお芝居してる姿を見るっていうのもあんまりないですし、なんかわかんないけどずっとそわそわしちゃってましたね。<laughs> そうだったんですね。私の方はずっとキュンキュンさせていただきました。ありがとうございます。えー、ここで昨年夏の撮影を振り返りたいと思います。今、奥平さんから七尾市のお話あったと思うんですけども、原作で描かれる舞台は石川県七尾市で、本作も昨年夏に七尾市を中心に石川県で撮影を観行されました、えー。七尾市での撮影はいかがでしたでしょうかお二人にお伺いします。すごく楽しかったです。 あの東京に比べると割と何もないとこなんですけど <laughs> でもやっぱりその分違ったな何かがあるっていうかこう撮影の休みとかにはそのこう女子のチームでなんかこう遠いとこまでハンバーガー食べに行ったりとかなんかそういう今東京に住んでることじゃできないこととかたくさんできましたしやっぱり実際に行ってみて 小先生のこの漫画をでその七尾詩を描く時にどれだけ再演率が高かったのかっていうのがどれだけやっぱりそのまま美しく写真みたいに捉えられていたのかっていうのがこう分かったんでファンとして聖地巡礼しながら撮影した感じですごい嬉しかったですね。<laughs> ありがとうございます。奥田さんはいかかがですかそうですすそうねやっぱ そのさっきロケーションが気になってたっていうのもあったんですけどやっぱりなんかいろんなとこ歩きたくなるような場所だなってすごい個人的に思っていてなんか休みの時とか自分で時間ある時はすごいもう散歩プラーって行ったりとかしてたんですけどなんか本当にそういい意味ですごいもう何もないところもあればすごい静かでなんかのどかで心がすごい癒される場所だなっていうふうに思ってでなんか 名市以外にもあの石川県のほあの,他の場所にも行かせていただいたんですけど、えー、なんかそれぞれ違った良さがあるというか近くても違った良さがあるところが多いなっていいなううふにに個人的に思いましたね。んなんか映像を見てみても自然が豊かだったり街並みが綺麗だったり夜の風景も、ね、あの美しかったりする街だなと私も思ったんですけど特ににお気に入りりの場所ありましたか、うん、ここまた行きたいなみたいな場所もありましたか にえなんだろうな私はあの魚をいっぱい食べれる場所があって二人でその写真を撮る時のすぐ近くにあるなんか市場があるんですけどそこにこう休みのたんびに行ってはなんか違う種類の海鮮を食べて「なの最高!」って言ってましたね。えー、そのの市場の名前は、えー ちょっと忘れちゃいましたね。気になりますね。<laughs> 私は。でも、市場と言ったらもうそこなんですよね。なでね私も忘れてしまったな。ね、原作にも出てくるんですけど。ね、はい、うん、撮影に使うことも実は検討してたんですけど、今回はちょっとはまるとこがなかった。 っていうなるほど,なるほど、ね、そう,、ね、そうでもといえばそこなんですよ <laughs>、えー、もう名前言わなくても伝わるっていうぐらいのところですね忘れちゃいました、えー、ありがとうございますちょっと注目したいと思います、えー、池田監督にお伺いします、はい、原作では七尾市に実在するお店や場所が本当に多く登場しますよね実際実際に現地に行かれてみてどのように感じられましたかまた苦労された点などあればそちらもお聞かせください。 えっと、やっぱり原作を皆さん読んでるんですよね。七尾の方って君は放課後インソムニアって言うと、ああ、あのうちの街を舞台にした漫画だよねっていうことで、知ってらっしゃる方がとても多くて、<ー>なので、本当に奇跡的なことだと思うんですよ。実際、生きてる高校で、夏休みに実際部活やったりとか、皆さん。 活動してる脇で撮影させてもらってたんですけど、えー、なかなか本当は許可が下りないところを、ね、やっぱり皆さんがそれぞれ、やっぱ原作に対する愛もあって、あの、いいよって心よく貸してくださったんで、えー、本当にそれはありがたかったですよね。で、苦労したで言うと、 これがですね、漫画という表現は私は本当に羨ましいなって改めて思うんですけど、絵の中ではそのように表現できても実際に撮影するときに、これはかなり難しいぞってことがいくつかあって、まあ、1個目はね、もう皆さん経験している天文台、実際の高校の天文台をお借りしたんですが、はい、まもちろんクーラーもないわけです。で猛暑だったんです。 ものすごく暑くて、もうサウナ並みの暑さの中で、スタッフもちょっと朦朧としながらやっていて、あれは大変だった、ね。いや、本当大変でしたよね。<laughs> なんかもうみんなでコップ、紙コップをバケツリレーのように組んで、<laughs> もう本当に協力プレーでなんとか生きてましたね <laughs> <laughs> そう。そうですよね。あれがね、大変,大変でした。めちゃくちゃ爽やかなシーンに仕上がってたので、んそんなこと全然気づきない。そうなんですね。映ってないって。 なっていうことに私も安心しました。はい、<laughs> あの、んな大変だったけど。まあ、あとはバス停ですよね。あのバス停って、本当はこう道が生きてる道の脇にあるんで、通常なら撮影なかなか許可下りないところも、やっぱり市全体の、あの、申請もスタッフがいろいろこう工夫して頑張ってくれて、撮影させてもらったりとか、そういうことは。 これまでさまざまな映画やドラマにご出演されているお二人にお伺いしたいのですが漫画で描かれている場所で実際にお芝居をしてみるっていうのはいかかがでしたか漫画に出てくる場所で。不思議な僕はすごい不思議な感覚でしたね。なんかやっぱまあ 奈良市に行く前に、あの、漫画を読ませていただいて、で、なんか、ある、なんか、全部は覚えてなくても、やっぱ街、なんか歩いてると、あれ、なんかこう見たことあるなと思って、<ー>で、見返してみたら、あ漫画のここの部分か、みたいな。なんか、そういう意味で、純粋にその、政治巡礼として楽しめますし、<然>なんか、やっぱ、ね、僕が実際、ここでお芝居するんだ、とかっていうふうに考えると、なんかね、ちょっと、 感慨深いものはありましたね、うん、まさに作品に入っていく感じがしますよねそうですねなんかやっぱ、うん、その一日目に七尾市行った時になんかみんなであの七尾市なんか巡ったみたいな、うん、そ,そうなんですよしし、ね、あのキャストの皆さん撮影の前日に入ってもらってみんなであの橋を渡ったり実際に体験しようとこの街をっていうツアーを組んで<ー> <laughs> しましたねその時に <laughs> なんかやっぱみんなその キャストのみんなだかからやっぱこの映画に出る子たちじゃなないでですんかそういう実際に出てくるあの漫画であの出てくるあの場所とかを歩いててなんか後ろからそのキャストの子たちを見るとなんかやっぱみんななんか本物にしか見えないっていうか何、えー、ていうのそういう表現の仕方があってるかわかんないんですけどなんかねやっぱもうみんなそれぞれのキャラクターとしてそれだけそこの後ろで見てるだけですごいなんか納得できるものがあって。うん なんかすごい楽しかったですねそういうのがありがとうございます森さんはいかがですかいや私もなんかすごいマサイメ見てるような気持ちになって<ー>不思議でしたねなんかここ見たことあるぞって思うとやっぱり漫画にはあるしはい、はい、本当にあのそこにキャストの方々が立つと本当に不思議な気持ちになるんですねで<ー>私も我ながらちょっとね原作にかなり こう似てるんじゃないかなって、自分で思ってて、はい、でも、でさ、さすがに、鏡を見ると、あなんかこう、鏡見ても不思議っていう、その、同じ制服着て同じ髪型をして、なんかどこ見ても、あの、この君様の世界が本物の世界で生きてるので、それはすごく、やっぱり、役というか、この映画の世界に入り込みやすかったですね。 ありがとうございます本当に森さんが漫画から出てきたかのようで私も感動してしま,いました。すみませんありがとうございます。森さんと福平さんにお伺いします。お二人は一昨年放送された世にも奇妙な物語二十一秋の特別編で共演なさってますが今回久々に共演されてお互いの印象はいかがでしたか。いや私あでも一回目の時は、はいはい、そんなにあの。 対面のお芝居がなくて、なんかほ、本当に壁越しにしゃべる役だったんで、なんかこう、あんまり、全然話さなかったんですよ。そそうか僕もだから、久しぶりにね、1年越しぐらいから。もう、初めましてぐらいの感じでした。うん、だから、その時は、うん、不思議な人だなーっ,てっ,って、本当に、不思議な人思ってましたよ。それを受けて、いかがですかそん,そんな俺、不思議だった。<laughs> 不思議。もう、だって、<laughs> 目離したら、どこにこう、どっかに行っちゃうんですよ、本当に。<laughs> <laughs> まあまあ常識の範囲内で<ー>ですけどでもうでも,あもうそろそろだけどだみんな揃ったかなって思うとやっぱ奥大学いないんですよねなんか、えー、でもちゃんとその, <laughs> そ,のそのちょっと前には帰ってくるけど,なるほどなんかこうやっぱり自分の世界観があってこう何か抱 <laughs> えてるものがあるのかなと思うとやっぱりなんかこういいですよねあの一緒にやってる人としては。 ちょっとワクワクしますよね、うん、今どこにいるんだろうですか森さんのご印象はえー、そうですねなんだろうでもその一番最初にそれこそ世にもで、うん、あのご一緒してもらった時はマジでその話さなかったのでなんか話す機会もねそもそもあんまなくて、うん、本当に挨拶程度本当なんかご挨拶して本当ちょろっとなんかお話ししたぐらいで,でそれぶりだったのでうわ、ま、これ何話したらいいのか分かんねえなと思って。 すごいなんか一番最初はなんかたとたどしかったかもしれないっていうのがちょっと覚えていて <laughs> <え>どの瞬間アイスブレイクできたんですかお二人はえっ、ま、覚えてるえて俺全然覚えてないん、ね、<laughs> 覚えてない <laughs> いつの間にかでもすごいあの楽しくなってました撮影が<え><ー>気づいたらなんかふざけたりしてたかもな <laughs> でもやっぱ仲間がいたからかもしれないカニとかそのそう、ね、ウケガ君とかいっぱい仲間がいてうんなじめたのかもしれない 二人だと、どっちもね、人見知りなんで、確かに周りにすごい助けられてもらったかもしれないですね。そうだったんですね。えー、ありがとうございます。続いて池田千尋さんにお伺いしたいです。はいえー、森さん、奥田瑛さんとご一緒されてみて、お二人の現場での雰囲気や印象、いかがでしたかまた監督から見た二人の俳優の魅力も、<laughs> お会いしてとっても魅力を感じられるお二人なんですけども、千尋さんから、池田監督から見ていかがですか 目の前でね、はい、言いますけど。お願いします。あの、なんかね、こう簡単に言っちゃうかもしれないですけど、あ、この二人は本当天才だなって、本当に思いました。あの、天才。現場でいつも、まあ、その前からそうだったんですけど、二人ともね、私がじゃあこういうふうにしてみようかとか、まあ、いろんな話をしながらやっていくんですけど、必ずやりますとかじゃなくて、やってみますなんですよ。 二人ともそうなんですよ。やってみたらわかるっていう。で、私もそれを信じてるんで、よし、じゃあやってみようっていう。だからなんか、やってみます、やってみようがすごく現場で言った記憶がめって、めっちゃ言ってたよね。<laughs> <laughs> よし、やってみようっていうね。うん、だからなんか本当にね、ちゃんと今を生きるっていうことをするんですよ、二人が。だから撮ってる側としては見てると、はあ、あ、漫画の中でああだったシーンを今この二人は生きて、 そこにまた生み直してるっていうのを見せてもらってる感覚ですよね。だからなんか今回はあの若い二人ですけど、二人が信じるものとか見つけたものに私もどっかでついていこうと思っていたところがあって、そこを信じようっていう、そんな風に一緒に付き合えたのが私すごい楽しかったっていうあの記憶ですね。 どうですかお二人、今のコメント、受けていかがですか?。<laughs> 結構やってみようって、頼りない感じが、やっぱ、するかなって思ってたんで確かに、ね。 めちゃくちゃ安心しましたし、やっぱ <laughs> 天才は結構いいですね <laughs>。はい、今結構浸ってます。お二方天才ありがとうございます。ありがとうございます <laughs>。ちょっと続いて、あの、また変わったテイストの質問にさせていただきたいと思います。えお三方にお伺いしたいです。えー、タイトルにあるインソムニアという言葉は、不眠症という意味です。日本人を対象とした調査によれば、睡眠で休養が取れていない、何らかの不眠があると4人に1人が 回答されているようです。皆さんは実際に不眠症すなわち眠れないという経験はありますか？また眠れない時にどのように時間を過ごされていますか？森さんからじゃあお伺いしてもいいですか？いや私結構眠眠れない時も多くて、うんうん、そのまあ、とにかくいろんなものを試しますね。私はあのまずその5分で眠れる音楽ミュージック。 なんかありますよね癒しミュージックみたいなのを3時間ぐらい聴いた後にかなり聴きますね <laughs> もう意外とね5分って言ってる割に3時間用意されてるんですよでその聴いた後にこうティーをね作って飲んだりとかして1回<あ>お風呂に入り直したりとか <laughs> それ夜開けませんか大丈夫ですか開けますねもうもう本当にその時はやっぱ、ね、中身と同じやっぱ絶望だなって感じますね<ー>これだけ今まで <laughs> 頑張ったのに。 ようやく明るくなった頃にやっぱあくびが出てくるっていうのはあるあるだなと思いながら映画見てました <laughs> ありがとうございますいろいろ試されてるんですね、はい、奥平さんいかがですか、えー、でもそれこそ最近なんですけどクランクインの前日とかあのすごい個人的に大事だなと思うシーンの前はすっごい寝れないことが多いですね緊張なんか緊張なのか なんかやっぱ不安なのかわかんないですけど、なんか寝れない時が多くて。でもなんか、何しても寝れないから、もうなんかもう本当諦めてますね。なんかもうとりあえず。なんかもう天井とにらめっこっていうか。でなんか、音楽、まあちょっとたまに音楽聞いたりとか、リフレッシュはありますけど。もう何もなすべなしですね。なるほど。じゃもうただ天井とにらめっこ。怖いよ。<laughs> マジで目つぶんないでもうずっとこうだから不思議ですよね本当に <laughs> 確かにあの分かってきましたフ<や>ライラさんのことがそのでもそうなっちゃいますね、うん、あるんですねもう最高のじゃキャスティングでもありましたね <laughs> 本当ですね <laughs> 実際に踏だったっ実際にそうだったんですね <laughs>、うん、池田さんはいかがですか私は二人の年齢ぐらいの時にすごい眠れなかったことを覚えててでも早々に諦めて とりあえず、v、当時 VHS で映画をずっと見るとか自転車で夜の東京の街、しゃーしゃー走って警察に職質されるとか,か <laughs> そういうことをしていましたなんかかとすぐ諦めて有効に使おうっていうああの気持ちで生きていました <laughs> なるほどう聞いてみると全然お三方眠れないとき過ごし方違いますね。 そうですね。もう監督の、その、勉強しなきゃって思いました。なんかね。<laughs> でもね、<laughs> 本当に、そう、昼夜逆転しちゃうから危ないんだよ、それ。本当は。<laughs> 確かにそうです、ね。頑張って寝た方が、あの、いいらしいです。なる <laughs> ほど。ありがとうございます。もう大変楽しいお話をたくさん聞かせていただきました。ありがとうございます。もう早いもので、お時間も残りわずかとなってきました。最後に、6月23日の全国公開に向け、本日がちょうど100日前。 になります。楽しみにお待ちいただいている映画ファン、また原作ファンの皆様にメッセージをお願いしたいと思います。まず、池田監督、コメントお願いいたします。はい。えっ、ー、とー、私はあの、この映画、もちろんこう原作があって、それをお預かりして、その世界を描いてっていうことをするわけですけど、その中で、こう、私なりのやっぱり映画を作る上でのテーマっていうのを、 をずっと探していて、最終的につかんだのが、生きることを全力で肯定するんだっていう、この映画でそれをしようってことを決めたんですね。不眠症で辛いとか、学校で居場所がないとか、やっぱり辛い思いを抱えている人ってたくさんいて、特に若い時ってそういう気持ちと、裏腹な希望と絶望みたいなとこで生きてるっていう、なんかそういう、 人たちにも生きることをただ肯定するだけでいいんだっていう、あなたが生きてることを誰だって肯定できるっていう、なんかそれをあの感じてほしくって、この映画を作っていたんですね。この二人がすごいパワーで世界に対して窓をどんどん開いていくっていう、その姿を見て感じてもらえたら嬉しいなと思っています。はい、ありがとうございます。<laughs> 奥平さん、お願いいたします。はい。 ねえ、そうですね。なんか僕も、なんか、まだ、その、つい先日、初号を見させていただいて、で、なんかこの作品に対する思いというか、なんか、と、なんか考えてた時に、なんか、ちょっとまだ自分の中で言葉で表せられない何かがあるなっていうふうに思っていて、なんだろう、やっぱ、お芝居しててもそうだったんですけど、なんか、その瞬間をすごい、 ちゃんと生きてた作品がすごいこの作品だと思っていてなんかもちろんみんなですごい楽しんでるシーンもあれば僕あのガンタなりにすごい悩んでたシーンもすごいちゃんとまっすぐ生きてたっていうのがすごいいい作品だなっていうふうに思っていてそのそういうのが見ていただける方に伝わればすごい嬉しいなって思いますしでちょうどキミソム自体もあの公開 近くにアニメがね放送されるっていうことでで,、ね、で,でなんかもちろん漫画の原作もありますしでアニメバージョンはアニメバージョンの良さがあ,りとあると思いますし映画には映画の良さもあると思うのでそういうのをなんか比べて楽しんでいただけたらなって思いますね。ああ この高校生二人の、その、すごくキラキラした物語ではあるんですが、やっぱり、こう、街を見て、こう、どんなキラキラしてる人がいても、きっとその人なりの悩みがあって、抱えてるものがあるなって思うんですけど、なんかそういうものを、なんかキラキラだけが、その人の人生全てじゃないって、 本当に監督が言ったみたいに生きることのすべてを肯定できる自分が今悩んでることも含めて自分なんだっていうなん,なんていうかいろんな人いろんな波を抱えてる人にこう寄り添っていける映画に、うんうん、このイサキとガンタがこう見てくれたお客さんの両肩にこうなな頭を乗せてこう寄り添って寝れるようななんか そうう優しい映画になっているので、ぜひ皆さん映画館に来てくれたら嬉しいなと思います。お願いします。